2日続けて令和新選組の話になるんですが、やっぱり狂ってますよね。山本太郎代表は今月8日に行われた参院法務委員会での入管法改正採決時にダイブを決行し、2人に怪我を負わせています。これ映像残ってますけど、委員長に向かって何度も何度もダイブして止められるっていうね。山本さん別に太ってるわけじゃないですけれども、まあそこそこ筋肉とかもあると思うんで、一定程度の重さあると思うんですよ。そんなのがね、何回も何回もダイブしてきたら危ない。すぐに懲罰動議の話が出てきたんですが、これは当然ですよ。もう国会も昔とは違いますからね。乱闘国会なんて野蛮ですよ。しかも乱闘でもし結論が変わるとしたら、それは問題だしさ。普通に考えて山本氏が悪いと思うんですが、その山本氏は直後のインタビューで不当だと訴えていました。さらに入管法は命を失う危険性があるんだと述べているんですが、だからといってあんなダイブしていいのかって言ったら違うでしょう。こういう理屈持ち出すと何でも正当化できてしまうんじゃないでしょうか。それこそその界隈が大嫌いな戦争だって正当化できちゃうでしょう。ダブスタなんですよ。でもそれでこそ左派です。実際問題、山本さんは過去にこんなツイートをしていたんですね。もう10年以上前のものですが、暴力に乗ったら相手の思うツボと書いていました。あれから10年以上経ち、まさか今では自分がダイブを決行する側になっていようとはね。人間というのはわからないものですよ。で、大事な懲罰なんですけど、なんと見送られることになってしまいました。自民党や立憲民主党などが山本氏に対する懲罰動議を提出。参議院議員運営委員会の理事会で動議の取り扱いについて協議されていましたが、懲罰委員会で審議することについて共産党が反対姿勢を崩さなかったため、まとまっていませんでした。会期末が21日に迫る中、石井議運委員長は20日、本人が反省しているとして懲罰委員会での審議を見送る考えを示しました。これにより山本氏は処分を免れることとなりました。なんでやと。これはしっかり処分すべきでしょう。基準結構なんか、まあね、そのやる人のさじ加減ですよね。衆院ではちょっと前に令和の櫛渕議員が与党も野党も茶番っていう紙を掲げていたでしょう。いや、それやってるお前らが茶番だよと。あれなんて党員停止10日間食らってるんですよ。それなのに暴力の山本太郎は処分なしってさ。党員しない男は除名でも、国会で暴れる男はお咎めなし。これ国会どうなってるんですか。先ほどの記事には本人が反省していると出てきましたよね。しかし令和の大石共同代表はこんなことを書いて勝ち誇っています。懲罰粉砕しました。罪をでっち上げ、山本太郎への支持が増えたのにビビり、最後っぺかまして逃げて生きよったな。自民公明立憲らは本人反省なんてしとらんで。マジでろくでもないですよね、令和新選組っていうのは。いやー、ほんとこの令和っていう名前外してくんないですかね。もうなんかイメージが悪いからさ。まああと、まあ、でもそれで言ったら新選組もね、外して、もうあれでいいですよ。あれで、ピンクのあれでわかるでしょう。しかしね、こういう状態なんだけど支持してしまう人っていうのがちょっといるわけですよ。ですから令和を支持してる人も、まあそれも民意なんですけども、これでいいんでしょう。ダメですよね。こんなのは党員停止5年でいいですよ。もしくは山本太郎懲役100年。ついでにですね、あの委員会で騒いでいたトンキン新聞の望月磯子記者も国会周辺永久出入り禁止でいいと思います。あれはもう記者の枠超えちゃってますからね。記者っていうか活動家だしさ。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。